皆さんおはようございました。なんで過去形なんですかね。まあそんなことはどうでもいいので、今回も同行者かつゲストさんがいらっしゃいます。うん、そろそろ言わなくてもわかる方がいると思いますが、時はオタクさんです。で、今回は同行者さんがいるのに霊夢とマリサがいます。なぜかってそれは先に動画を出した時はオタクさんの動画に霊夢とマリサが出てたから。で、今回はちょっと変わった形で大回りするんだよな。途中、石岡から東京まで二手に分かれる感じだね。片方は平日の混雑の中を普通に東京まで、もう片方は本日、茨城県民の日のみ運転される臨時列車のグリーン車で、楽々東京まで、っていう二択だね。絶対に臨時列車の方がいいじゃない。ということで、どのように分かれるか抽選したいと思います。厳選なる抽選の結果、楽々コースは私と霊夢、普通コースが時は私とマリサになりました。やかましいわ。それじゃ楽々コースのお二人は、ここ石岡駅で一旦お別れだね。せいぜい頑張ってくださいな、お二人とも。やばい、殴りたい。じゃ自分たちはここで下車だね。あの二人はあの快速に乗るのか。そうだね。あの二人を置き去りにしてこちらは石岡駅を発車。向こうは快速でもこっちの方が先に東京に着くんだよな。まあそこまで差はないけどね。自分らが乗るのはさっきの列車の次に出る、この臨時快速ワクワク舞浜号東京駅だね。というかなんで石岡駅からなのかしら。水戸から乗るより石岡からの方が東京までのグリーン券が安くなるからだね。なるほどね。毎度何の変哲もない土浦の車両区を通過しんの。土浦駅到着です。だな。ここでこの列車は連結作業をするみたいだね。再び車内に戻り連結作業観察。相手がどんどん近づいてきて連結。結構振動が来たな。さてさてやってきました、私たちのメイン。再び常磐線に戻ってきた I653KK70 編成初のグリーン車。グリーン車はかなり快適らしいからとても楽しみよね。前に乗った時は普通車だったから、どのくらい快適さに差があるかも楽しみだね。いざ乗車。おお、これは思っていた以上に快適ですな。一人一人仕切り板があるなんてなんか不思議ね。そのおかげで前後の席を気にすることなく足を伸ばしたり、リクライニングしたりできるね。車内には他の設備もあるみたいだから後々行ってみたいわね。消えた。で、着いた。それだけ、それだけかい。土浦から2駅目の日立濃縮駅にて、後続の特急に道を譲らなければなりません。さあさあ早く通過しなさい。この駅はホームがカーブだからなんかかっこいいな。確かにそうだね。よし、これで邪魔者はいなくなった。邪魔者っていうなや。じゃあ早速座席紹介でもしていきますか。まずはテーブルね。テーブルは前の仕切りとの間隔が広すぎるから、肘掛けに収納されているタイプだね。いや、ちっさ。残念ながら倍の大きさになるんですね、これが。なるほど、これなら十分な大きさね。お次はカーテン。フリーストップ式で、柄はこんな感じね。ちなみにこの E653系のグリーン車は普通車からの毎度おなじみやっつけ改造なので、このように一席で窓が2枚使えます。毎度おなじみって。続いてリクライニング。座席のリクライニングは肘掛け下のこのレバーを上に上げると、このくらい倒すことができます。後ろにも仕切り板があるから好きなだけ倒せるわね。そして座席枕。可動式だから好きな位置に合わせることができるわね。さらに右肘掛け下にはコンセントもついています。こうやって見ると、やはり一席に使われている幅はかなり広いわね。ちなみに私が足を伸ばしても余裕でした。ただし、ウプ主が短足の可能性もあり得る。そして床は普通車と違いカーペットになっています。なるほど、これが一般人と選ばれし者との差ね。やめなさい。最後に座席全体です。こっちが通常時で、こっちがリクライニング時です。座席紹介は以上ね。こんなところでも水分線の情報出してるんだね。今年の夏くらいには西金から袋田までが復旧するんだよな。流された第6久慈川橋梁はトラス橋となって復旧して、来年の夏くらいには全線で復旧となる予定らしいね。場所は変わってさぬき駅に着くところだな。この動画ができる頃にはさぬきっていう名前じゃないんだもんな。まあでもいずれ慣れていくだろうな。なんとここで貨物列車の登場ですよ皆さん。まあだからどうしたって話ですけど。いや、言うなや。関鉄の、キューダータだよ。乗りに行くか。大回り中だわ。そこは日々、改札突破でしょ。勝手にやってろや。列車は天王台駅を発車し、皆さん楽しみにしているであろう松戸車両センター阿鼻子派出所観察コーナーです。果たして本当に楽しみにしている人はいるのだろうか。にしても車両が透明になったのかわかりませんが、全く車両が見えませんね。安心しろ、これが現実だ。駅名が龍ヶ崎市に変わる讃岐駅を発車。でも多分それ普通コースの二人も言ってると思う。うん、知ってる。じゃあの二人には体験できない、デッドセクションで電気が消えるところでも取り上げますか。あ、でもこの車両って E653 系だから。そうだ、電気消えないんだった。
ちなみにこのワクワク舞浜号は停車駅がすごくて、さっき停車したさぬき駅の次の停車駅は舞浜駅なんだよね。本当に茨城県内の駅にしか停車しないのね。まあ次の砦駅で乗務員交代のために運転停車するんだけどね。砦駅は茨城県内なのに乗降扱いはしないのね。アビコに到着だぜ。唐揚げを食べたいのは山々ですが、残念ながら今日はそんな時間はないです。残念だったなマリサよ。いや食べたいなんて言ってないし。ちなみに常磐観光線に乗り換えるなら柏駅でもいいんだけど、今回は乗り換え案内のアプリに従ってアビコで乗り換えます。無事に常磐観光線に乗り換えて、列車は北柏駅に到着。今日は普通に平日だから、利用客も結構多いな。ちょなんか快速線に見慣れない車両が来たんだけど。あれがワクワク舞浜号だわ。ワクワク舞浜号って651系じゃないの。今年から E653 系だわ。てか抜かされてるじゃんか、しっかりしてくれよ観光船。北柏を出て間もなくワクワク舞浜号に追いついたな。観光船の本気を見せてやれ。抜かしちゃったじゃんか。わはは快速船よ、観光船の本気を思い知ったか。先ほど快速船に挑発をしたためか、怒って本気を出したワクワク舞浜号に柏駅で抜かされました。ほら変なこと言うからだぞ。私の責任。柏通過でわ、東武鉄道だ。なんでそんなぐったりしてるのよ。思っていた以上に快適すぎる。ワクワク舞浜号の見どころといったら、常磐線から武蔵野線に転線するために連絡線を通るところよね。といっても常磐線から西船橋方面に直接行く連絡線はないから、一旦南流れ山駅付近の中線に停車して進行方向を変えて西船橋方面に行くんだけどね。じゃこの後椅子の向きを変える必要があるってことね。そういうことになるね。今下に見えた線路は、あれは流鉄流れ山線の線路だね。この路線のいつか乗ってみたい路線の一つではあるんだけど、なかなか乗る機会がないんだよね。というか連絡線が長すぎるのでカット。武蔵野線の南流れ山駅付近の中線に転線しました。ちょうど脇を武蔵野線の列車が通過してるわね。ただいま南流れ山駅付近に停車をしております。発車は9時10分頃でございます。発車しますと先ほどと進行方向が変わりますのでご承知ください。てなわけで進行方向が変わる上に15分ほど停車します。ではでは自分らも椅子の向きを変えるとしますか。椅子の転換方法はよくある椅子の下のレバーを踏むタイプね。転換完了。発車までまだ時間があるので、グリーン車の車内紹介でもしていきますかね。2号車より海側には、窓向きに設置されたラウンジスペースがあります。椅子は簡易的な感じだけど、テーブルがしっかりとついてるのね。しかもテーブルは結構大きいね。飲み物を置くところもあるし、使い勝手は良さそうね。ちなみにしっかりとカーテンもついていますよ。ついでに荷物をかけるフックのようなものもついてます。多分撤去して埋めるのがめんどかったのでしょう。やめなさい。その後ろの山側には向かい合わせタイプのラウンジスペースがあります。こっちも椅子は簡易的な感じだけど、テーブルは結構大きいし、飲み物を置くところもあるわね。もちろんこっち側もカーテンと、ついでの荷物フックもついてます。もともと座席があったから石板のシールが貼られていた跡もあるわね。ちなみに普通車はこんな感じです。そしてデッキと客室の仕切り扉にはシリーズ E653 と書いてあるわね。こういうのいいよね。ワクワク舞浜号に抜かされましたが新松戸駅に到着。そんなに抜かされたことが悔しいのか。ですが向こうは南流れ山駅の中線で運転停車をするから、この時点で我らの勝ちだ。そもそも東京駅着くのは自分らが先だわ。あ、列車行っちゃった。まあ自分らが行くのは南船橋だから、さっきの東京駅は乗らなくてよかったんだけどね。なんで乗り遅れた感出したし。毎度恒例武蔵野線何系が来るか予測しようのコーナー。なんだよ急に。さあさあマリサさん何系が来るか予想してください。いやそもそも毎度恒例ってこれが初めてだし、そもそも遅延についてはするかよ。細かいことはいいので列車来ちゃうので早く答えてください。じゃあ209系で。ってことでマリサは罰ゲームです。はぁ、あ、聞いてないわ、ふざけんな。でも罰ゲームはやります。あれ以上罰ゲームを実行しようとすると、マリサが私に襲いかかってきて、私もマリサに襲いかかって、マリサが私の血で染まっているところでした。結局お前やられてるじゃねえか。でなんだかんだですでに南船橋に着いていました。と次に乗る京葉線は17分遅延してるみたい。これって6分差だが確定の方が先に東京駅に着くのか。一応確定の方が先に東京駅に着くみたいだよ。
南流山中線での長い長い運転停車を終え、定刻で再び東京へ向けて発車。でもなんか信号確認の影響で京葉線が遅延してるみたいね。でも西船橋駅までは遅延してる列車もないし、多分定刻で走るでしょ。京葉線内に入ったらノロノロ運転になるかもしれないわね。これで無事に武蔵野線の本線に転線したわね。今上に見える線路がさっき通ってきた常磐線とつながる連絡線だね。ちなみにこの列車は一旦南流山駅付近の中線に入るけど、運賃計算上では南流山は経由せずに新松戸で乗り換えた場合と同じ扱いになるみたいね。乗車する列車がやってきたな。というかその後ろにいる列車が着替え停車してることの方が気になるんだけど、遅延で結構列車が詰まってるんだな。ではではこちらの列車で終点東京まで行きますか。さすがに209系は来ないよな。場所は変わってこちらは15分間隔でしか列車の来ない二俣新松駅。私らの地元に比べたら多い方だろ。ちょうど上も下も列車が来たね。相変わらず首都高は今日も混んでるな。一気にカットして新木場駅を発車したところですが、ここで後ろの快速列車に追いつかれました。この先で待避設備のある駅はないからずっとこんな感じか。ではではここから2駅連続で初メロチャレンジです。終点東京駅に到着しました。初メロに関して言うならやはり越中島駅は期待を裏切らないですね。いつも快速だから越中島駅の初メロも久しぶりだったよな。じゃあとはワクワク舞浜号の到着を待つだけだからホームで列車でも見てますかね。ご乗車お疲れ様でございました。まもなく舞浜でございます。出口は右側でございます。お忘れ物ないようにご注意ください。舞浜を出ますと終点東京に停まります。ご乗車ありがとうございました。舞浜出口右側でございます。というわけでノロノロ運転で舞浜駅に入線です。この列車に乗っている大体の方はここで下車しますが、自分らは終点の東京まで乗りますよ。ちなみに舞浜駅ホーム上の LED 案内機には仙台の651系が描かれていました。列車は進み東京駅手前ですが、ご覧の通り今にも止まりそうなくらいのノロノロ運転です。すでに東京駅に着いている時はオタク君からの情報によると、この列車が入線する3番線にまだ先発の列車がいる模様。今すれ違ってるのが多分3番線に停車していた列車ね。これでこの列車も東京駅に入線できるようになったか。さあさあもうすぐ楽々コースの方々が到着しますよ。お、ライトが見えたな。このホームに E653 系が入線するのを見るのは初めてだね。この快適な空間ももう終わりね。こんな快適なら今後も乗れるときはぜひとも乗っていきたい車両だね。
山手線の E231 系も撮影できたので、左の中央総武線で一駅隣の新宿まで行きます。車両はどんどん減速が進んでる E231 系の例番台だね。この区間は駅間が短いので前面展望をご覧ください。新宿駅に到着したわね。それじゃここからは通過特例を利用して今来た湘南新宿ラインに乗車だな。15両のくせにかなり混んでたのでこちらもカットで、カットした後の映像がこちらです。誰が3分クッキングだ。ここは何駅？見た感じ大崎駅みたいだな。もうすぐ始まる相鉄直通の準備もされてるわね。番線案内の看板にも目隠しシール越しに相鉄線直通の文字が見えるね。ちなみに駅名標はこんな感じ。すでに相鉄直通後の4色になってるな。コンコースの案内などはすでに見えるようになってるわね。 JR 内で海老名の文字を見るのは何か違和感があるね。で、本当は大崎駅で昼食を食べる予定だったんだけど、混んでたので山手線に乗って品川駅に来ました。ちなみに車両は E235 系でしたよ。ねえねえ、早くお昼ご飯食べに行きましょう。お前は食いしん坊か。今回は13、14番線にある立ち食いそば屋さんでいただきました。毎度のことですがとても美味しかったです。ていうかここを編集してるのが真夜中だからがっつり飯テロなんだい。そんなうぷ主の事情はどうでもいいので、お次はこちらの横須賀線に乗車して武蔵小杉まで行くぜ。ここも特に何もなかったのでカットして武蔵小杉に到着です。まだカットか。だってシークバー見てくださいよ、もう18分ですよ。少しペースを上げていかないと動画時間が大変なことになる。お、これはこれは東海道新幹線じゃないですか。なんかこの編成連結部のところとかがすごく綺麗だね。にしてもやっぱ新幹線は長いな。東海道新幹線はあれほど頻繁に走ってるのに、お盆とかになるとほとんどの列車が満席になるんだもの。それってすごいよね。それだけの人たちが東海道を行き来してるって考えると、やはり新幹線は欠かせない存在なのね。相鉄直通の試運転が来るかもという少しの希望を持ってホームでしばらく撮影していましたが、結局来なかったのでお次はこちらの南武線に乗車です。で、またまたカットして湿地駅に到着だな。ここで降りるってことはここからは南武支線ね。南武支線乗るのなんて久しぶりだな。うぷ主は大回りで必ずと言っていいほど乗る路線だよな。なんといっても南武支線と鶴見線の雰囲気が好きなんだよね。特に鶴見線なんかはいずれ電撃上下車したいとも思ってるくらいだからね。私は南武支線の車両デザインが結構好きね。今日は平日だから貨物列車もたくさん走ってるね。さっき湿地駅でも貨物見たもんな。さっき湿地駅で見たのはコンテナ貨物だったけど、今度はタンク貨物みたいね。で、大回りで唯一改札外に出られる浜川崎に到着。いつ見てもここの縦駅名標の数は異常だよね。こっちが南武支線の浜川崎駅で、こっちが鶴見線の浜川崎だな。というか発車まであと1分くらいだけど大丈夫なの？まあ余裕でしょ、適当だな。ほらほら余裕だった。いいから早く乗りなさいよ。車内がめっちゃガラガラだね。まあ時間帯も時間帯だからな。鶴見線は好きだけど動画は弁天橋の車庫しか撮ってないんだな。にしても同じ顔の車両ばかりだね。そりゃまあ全部やっつけ改造ですから。やめなさい。でカットして鶴見駅に到着。そして毎度のごとく友人の乗り換え改札を通って瀬戸線のホームに到着。なんだこの取り方、PV 素材か。ねえねえ、まあ私自身 PV 素材あまり持ってないからね。ってちょっと、あれってもしかしてだけど、なんですか、わかんねえのかよ。どっからどう見ても東海道線の車両じゃんか。あれも違うわ。どっからどう見ても相鉄直通の試運転でしょ。なんで教えてくれなかったの。たくさん読んでたわ。まあこれからいつでも見れるし瀬戸線乗っていきますか。立ち直るの早いな。てんだけど仕方ないだろ。まあそんな京急は置いといて、東神奈川駅に到着。今隣のホームに止まってる横浜線に乗ってもいいけど、この後来る快速に乗るんだよね。結局快速の方が早く八王子に着くからね。じゃしばらく待ってやってきたこの快速に乗っていきますかね。一応先に言っておきますが、今回も横浜線は全カットですよ。そんな宣言しなくてよい。
例見て並んだよ。そんな珍しいことでもないだろ。それでは唐突の初メロチャレンジ。ちなみにここの初メロは私が2番目に好きな初メロです。はい、八王子です。本気で全カットしやがったな。まあ相変わらず混んでたから仕方ないよね。てなわけでここからは八高線だね。私の一番好きな放送も聞けたのでとても満足です。誰も聞いてないわ。もうすぐ拝島駅だけど、最高の列車になんかついてない？確かにヘッドマークみたいなのついてたね。どの道拝島で降りるし、見に行ってみるか。八高線全線開通85周年記念のヘッドマークみたいだね。アップで見るとこんな感じね。110系と209系3000番台が描かれているな。ちなみに編成札も特別バージョンになってたよ。駅間近くね。てかどこだよここ。あ、拝島からすでに青梅線に乗車して今は中上駅ですよ。じゃ向こうに見えるのは東中上駅だね。というかこれ見てよ、この編成トップなん。あそこまで重要なことじゃなかったわ。はい、立川駅で降りて南武線に乗り換えて立川駅を発車しました。奥に止まってるのはなんだ。あれは何かの試運転みたいだね。ヘッドライトが中本町方面についてるから、これから武蔵中原まで戻るっぽいね。でこちらも瞬間移動で中本町駅に到着。ただカットしただけでしょ。さっきの乗車線の次になんか通過列車が来るみたいだぞ。これはさっき立川駅で見た試運転みたいだね。普段快速列車でも府中本町駅は停車だから、こうやってこの駅を通過する列車って珍しいよね。確かにそうね。それじゃここからはこの武蔵野線だな。まあ暗くて何も映らないのでカットして東所沢に到着。あれ？東所沢って他に乗り換えられる路線ないのに、なんで降りたのかしら？後続の列車に乗り換えるみたいだね。それではやってきた後続のこの列車に乗車していくよ。パッと見普通の205系に見えるが、これは武蔵野号といって、八王子から中央線武蔵野線東北本線を経由して大宮までを結んでいる直通列車だよ。今回は205系が来てくれたのでしっかりと方向幕を回収して乗車。これで大宮まで乗り換えなしで行けるのね。何回駅を通過してるが、これって快速とかじゃないよな。別に快速列車ではないけど、武蔵野線と東北本線をつなぐ武蔵野貨物線に入るために線形の都合上この西浦和駅は通過となっているよ。じゃあここから大宮まではその武蔵野貨物線ってところを通るのね。正式に言うと武蔵野貨物線ってのは途中の大宮操車場までで、大宮操車場からは東北貨物線に入るんだけどね。まあ結局はここからずっと貨物線を走行するってことだな。暗くてわかりにくいけど、今右に分かれていってるのが武蔵野線の線路だね。今上に見えてる明るいのは何かしら？これは埼京線の中浦和駅だね。この中浦和駅を越えたあたりから、大宮操車場の手前くらいまではずっとトンネルになってるよ。今ちょうどそのトンネルに入ったね。じゃしばらくはずっとトンネルか。武蔵野貨物線のトンネル区間と大宮操車場を抜けて、もうすぐ大宮駅ね。で大宮駅に到着。さすがは直通列車なだけあって、結構な人たちが乗車してたんだね。流れに乗って自分らも下車して。毎度恒例のお見送り。武蔵野線の205系もどんどん減ってるから、早いうちに記録しとかないとな。一度でいいからジャカルタ配給の輸送も見てみたいね。この車両ってこの後改装されてどこに行くのかしら。東大宮まで改装されて、翌朝の武蔵野号か下総号の運用に行くんだと思うよ。下総号？何その列車？武蔵野号とは対照的に、武蔵野線経由で大宮から海浜幕張を結んでいる直通列車だよ。ちなみにどちらの列車も武蔵野線の205系、209系、231系のいずれかの車両が使われてるね。移動飛ぶな。こっちは12系客車。リゾートや間取りと武蔵野、下総号で485系花と651系。
かなりいろいろ貼られてるな。ここはどこ？もうやませんか。まさかの宇都宮宣伝カットか。いや、そっちの動画だって宇都宮宣伝カットだったり。じゃあここからはこの縦断線直通の水戸線で水戸までだな。じゃあ乗車室、富山駅発車。宇都宮線の回送列車と同時発車だね。そして線カットして水戸である。これはひどい。いやでもそっちの動画だって水戸線全カットだ。ラストはこの水分線だな。乗車室、大宮駅に到着。ちなみに自分はちゃんと上菅谷駅で降りましたよ。なんでここで喋ってるんだ。てなわけでこれにて今回の動画は終了です。今回の大回りのルートと使用した切符はご覧の通りになります。では前回同様この後次回予告を流して終了となります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。